おはいそれではね今日は、えー、論文本試験2019年のね、えー、それの、えー、徹底分析会ということでまあタイプ別合格戦略特実は私がやりますね歴戦人講師の宮内ですおうこまねいや皆さん今日はね本当にあの高、ー、楽地に出かけたい中で、ね、私のガイダンスに出ていただきましてありがとうございますね。 行楽地ってもつまんないですよ、皆さん。どこ行っても混んでるしね、うん、アホみたいにね、だ俺のガイダンス出たほうがいいですよ、これ。<laughs> ね、<laughs> ね、受かればどこでも行けるんだよな、ね、はい、じゃあね、早速だけどね、あのまあ、問題は、まああ、問題はもうあれよ、かこれ、解説講座じゃないからね、それで、あ答案構成、意外といいな、ちょっとね、3ページ、4ページ見てくれる問題文は読んだいいう前提ね、はい それでさこれは拒絶さと食らっとるのよ、ね、だからあの、なんていうかねあこれこれちょっとあかんだね拒絶査定不服審判請求と同時の補正が必要になってくるんだ、ね、そうするとあの、ね、17条の2の3項から6項までが必要となってくるよねまずねこれが俺必要だと思うんだよね でまあ、今、ちょっと私、パッと見たところ、はいまあ、9割、ちょっとメモしといて、大体ね、9割ぐらいの人はこれ書いてますわ。うんうん、だから、これ書かないと、もうそれだけでね、不合格かなという感じがしますよね、これ書かないと、まずいですよね。あで、あと,、えーっとえー、補正後のクレーム、ちょっと蛍光ペン、いいですか。 ちょっと蛍光ペンね。えー、っとですね、えー、っと、こんな感じでね、ピンクで塗ってください。えー、っと、ほら。うん、要するに、ラージ A をスモール A にするんですわ。あ、ラ,あラージ A を、ラージ A1 をスモール A1 にするラ。ラージ A をスモール A1 にする。ね。これ、厳粛ですよね。はい。で、これも9割方の人が書いてます。9割。だから、これも、あのー、なんていうか、 これ書かないだけで不合格になると思うよ、えー、いいですかあとははいまるで囲っているよ3456をねそれぞれ検討する、えー、ただこれはここで上がっている人も自動的に検討すると思います、えー、3456ね最初にほら17条の21個4号押すよには17条の3から6まで、えー、要件がね課されるがもう気づいた人も自動的にこれ検討しますからええー、だからまずねそこは心配いらないかなと。 思うんですよねはいで、えー、まずね、あのー、これは、えーまあ、適法なんですよだからちょっと待ってな、えー、このねカッ、えー、1から括弧コ5、ね、これはだから結局適法ということですよねはいこの点についてはもう9割ぐらいの人は欠けてるということです要は。はいじゃあ今度は あの青蛍光ペンか青ペンでないしは黒でもいいんですが、はい、じゃあよろしいかはーい B についてほら B はね、あのー、これは飽きません、A、なぜかというともうダメな理由が条文で表されてます、A、なぜかとというとまずシフトをせいに該当するし限定的原式になっていないという,もうこの条文が、ね、物語ってくれていますよ。おい この条文がね、物語ってくれてますわ。もうね、あのー、海外年的な厳粛になってないでしょ。で、しかも問題文にもう単一性がないって言ってるんですよ。ええ。じゃあ、これはね、どんぐらいの人が書いてるかをね、ちょっと見てみたいなと思うんですよ。ああ、記載してない人のほうが多いですね。これね、あの、3割かなっとね、これを書いてない人の方が多いですね。 うんちょっと待ってよ。いや、5割ぐらいの人があ書いてます、きちっと。えー、このだ,だめだよという話もね、これはだめだよと。でもね、私はこれは落としてもうん最悪いいのかなと。なぜかというと、やっぱりこっちのね、これは適法だ、これは満たすぞっていうね、これは絶対勝てうし、だって9割の人は書いてるんだもん。 これ半分ぐらいだからね、しかもほらあの、短いじゃん。ええ、だから、なんていうか、こう、埋没しちゃってて、あ,のあんまり合否に影響ないのかなと、そういうふうに思います。はい、じゃあ次、ああ、これね、これはね、はっきり言いますとね、合否に影響が出てくるところです、これ。これ、あ,のあれだよね、要するに前鎮、全ンチン、ゼンチンに行ってさ、特許査定が来るじゃん。でそのの時にあの 全鎮査に行って、えー、特許査定が来るでしょで分割ができるぞと、えー、書いてしまった人ね、えー、これがですねどんぐらいいるかというとえー、分割かて書いた人ですねえー、これがねなんと あー結構いますね、半分ぐらいいますよ、うんうん、あの50%ぐらいいますね、えー。だから逆に言うと、あのー、50%ぐらいの人は間違えてるということですよ。えー、これちょっと合否に影響があるかなという、ね、感じですねはいそう。これちょっとね、書いておきましょう、合否のポイントです、これ。 うん、いやあ、これはね、あのー、結構でかいと思いますよあの。だって担当試験だったら明らかに罰なところじゃないですか。ねえー、だってあの、のっこ書きでしょ、あこ,れてないあこ,れこれ、これ分割負荷、もうね、これがもう極めつけですよ、44条1・1 2項のこのかっ書きが、ね、ポイントですよね、えー、実際見るとのぞいてますよね。えー はい、それで理由です、はい理由はい、分割の時期や権利化時期の先延ばし目的の審判請求という制度乱用防止および審判請求前までに分割する機会が十分あったと考えられることから除外されたもの、はい、これは、ねあのー、ミドレンジャーです、理由ですね。えこんなの見たことね映像、どこに書いてあるんだ。 こんなどこに書いてあるんだよねはい、それはですね、えーっと、書いてない人の方が多いですね、これね。うん、だから、あのー、もうね、これを書いてる人は10%ぐらいしかいないんですよ。うん、そうだね、逆に10%です。はい、書いてる人が。ということは、 書いいてない人は90ですだからあの変な話適当に書いてても大丈夫だと思います。でこれねあの44条1項2号書くキーがあー理由付けとして青本には書いてないので全然書けなくても心配いらない。だからこういうのでもいいと思うよあの迅速権利不要の観点とかでもいいと思うんですよ。うん、あるいはね一度拒絶査定を受けており。 えー、そこで、えー、分割する機会は十分に与えられていたからであるとかね、えー、はね、い。ということで、あのー、これはですね出典は平18改正本です、えー、ちょっとページまではわあの忘れたけどね平成18年改正に導入されたんですよ44条1項の2号と3号がその時の改正本の解説に載ってますだから書けないのも無理ないよね 皆さん大抵青本しか勉強しないしね。ねはいじゃあ次、えー、次はね私はね、あのー、最悪ですよこれ書いとけば「おんの字」かなとちょっと思ってるんですよこれ、うん、PCT22 条、うん、逆に言うとこれ書いてないとまずいかなと。えーでこれはね、えーっとー。 え待ってね、6割か6割、6636、6424、6636、そうですね、6割ぐらいの書は書いてますね、えー、6割、60%ぐらいの書が、だから残りの40%の人はちょっとまずいです。えー、であと、明治の請求書いた人、どのぐらいおるんかな、明治の請求、あこれ、書いてない人のが多いね。 うん、これはね、2割ぐらいの人しか書いてないわ、ちょっとオランゲリオンでちょっと塗ってくれるオランゲで、明治の請求ね。これ、あまりいないね、明治の請求ね、ああ、そう、うん、これ15%やな、15%ぐらいしか書いてませんよ。ということは、やっぱり、明治の請求は書かなくても合否の影響はないということです、逆に言うと。ね、さっきのね、44、あのー、条1項、2号カッコきの趣旨と一緒で、全然気にしなくていいです。はい で次にあのその他と取り下げとかこの辺これはどうだろう取り下げを書いた人はえー、これちょっと見づらいなあ見づらいというのはあの私だけのもんなんですけどね書いてない人のが多いよ、うん、これはね5%ぐらいですね、えー、この取り,取り下げのところ、うん、これは5%ぐらいしか書いてないから、うん、もう全然いいですようん、うん、ね 取り下げはどうしようか黄色ぐらいで塗っとくうん日本以外を取り下げるで俺思うんだけどさちょっと問題文にこれ PCT って書いてなかった特許協力条約って書いてなかったどうよあの規則も OK って書いてあったちょっと問題文見ていいかあの、えっとですね、おい特許協力条約の規定って書いとるかなおい どうだこれ特許協力条約の規定って言ってるのになんで規則まで上げるかね内ないし規則とかまたは規則とか書いてればいいよ書いてないじゃんで、俺はねあのこれ減点するねこれあの当連だったらこれ規則じゃなあのこれは厳密に言うと PCT じゃないとね、えー、PCT ではないとねあくまで規則とあくまで 規則でしょだから大把握ミスですよ、これは。うん、うん、だから俺、上げない方がいいと思うね、これ、むしろ。うん、だからあの、上げた人はもしかして喜んでるかもしれないけど、俺はちょっと裏面出るんじゃないかなと、PCT 規則だから、これ。うん、ほら、規則ですから、多分出題者してもそこまで予定してませんよ。ええ、もう2十二条しか聞いてないと思いますがね、基本的にはい、じゃあ次。 次はね、もういきなりあの重要なところいきますよ、いきなり。もうやっぱり最後のこれですよね。A は1年4月で取り稽もうこれ書いてるかどうかですよね。じゃあ、これちょっと見てみましょうかね。取り犠牲はい。じゃあ、待ってくれよ。42条一行ですよね。えー、っと、はい、期間経過、えーっと、どうやって塗ろうかな。これ80、80%か。 80%の人が書いてます。はい。じゃあ、これ80%の人がもう書いてますよ。はい。だから逆に言うと、これ書いてなかったら落ちますね。ええー。これ書いてなかったら落ちますよ。うん。で、あとね、気になるところがこれです。ええー。これちょっとね、あの赤アカンダーラインで塗っとくわね。うん、PCT82B。ええー。つまりこれ、自己指定ですよという。これがどのぐらい言及しているのか、重要だと思います。 pct82 b ね、うんうん、でこれはですねえー、っとお意外と少ないな4対2だから6360%ですねはい60%の人が書いてる逆に書いてない人まずいかなというふうに思いますええだからここのポイントはね PCT82B と42条1個に気づくかどうかですよねええー あ、ちょっとね、あのえっとね、これリクエストがあったんでちょっと調べてみますわ。えー、あのこっちの方を書いた人、いい？これあのダメですよ。もう大把握ミスなんですけど、イアヨの十五第四項を書いた人がどんぐらいいるのかね。え、ね、これあのダメですよ。書いちゃダメなんですけど、を書いた人、つまり先が国債の場合にはこれですよね。今回国内が最初だから四十人以上いこなんだけど。 国際一応書いておこうか、国際、国内と勘違いした人ね、えー、国際、国内と思っちゃった人がいるんですよ、残念ながら、ね、さあ、何人ぐらいいるか、俺も楽しみだな、ちょっとこれね、ごめんなさいね、皆さんにお見せできないですよ、個人情報に近いものがあるからね、だから私がちょっと見て、数値だけでね、ちょっとあれしますからね。 ああ、ほとんどいませんね、ほとんどいませんよ、えっ、ー、と、これはですね、<laughs> 難しいですね、計算が、2、3%、ああ、だからこれ、致命的ですよ、これちょっと致命的ですね、2、3%しかいませんから、そういうのを書いてる人は、えー。という感じです。ね、でも俺はね、意外とここがもう合否のポイントかなと。 あのー、これプラス何かもう一つやったらもう多分もうそれだけで46点になると思います46点ねちょっとそのぐらい重みのある、あのー、項目かなとねはいでも大丈夫ですよ特実はさいあのー、幸いなことにねもう一問で決まるからね、えー、じゃあもう一問もね答案構成でよう,うん、あのー、答案構成のところで見ていこうや なあの答案よりも。よっしゃ、これはね、まずあの、えーっと、ほら、これ、サービス問題というか、選手用権の問題やったね。ええー、だからね、まず、あのうん、形式論に触れた人っていうか、まずね、これあの、否認中のところね、はい、これ、別名、形式論というんだけど、ほら、否認について、否認負可これがどんぐらい触れてるのか言いますね。 おーこれねえっ、ー、とそうだな待ってくれよ676367対370%の人が書いてますへえ意外と書いてんなはい70%ぐらいの人が書いてるあのこの否認レベルだから逆に書かないとまずいですあの私ね結構あの再現答案見さしてもらったんですがあのー、いきなり戦勝権に入ってる人が結構いたええー それはね、やっぱりまずいと思います。ええ、それは選手要件が本命なのは間違いないんですよ。でも私、日頃から基本を教えてるじゃないですか、必ず形式論、実質論という流れで書きなさいと、つまり否認公弁の順番で、ね、で、この選手要件は、もうあれですね、話にならんというか、95%ぐらいの人が書いてますよ。ええー、まあ、だからこれ、これ、落としただけで落ちますよ、一発アウトキューです。もうメガトンパンチですよ。 じゃあ次ねはいじゃあ今度はあのー、なんだっけ向こう流後から追加したんだっけ最初かい、あのー、書いてなくてなんか証拠だったかな証拠を後から出したのかなあの失念してて失念したとか書いてあったよね失念レストラン清水健太郎じゃありませんからねまたかよって感じですねはいええー、おつアの主張を追加することはできませんええーあのー、理由はですね はい、その失念していたことが、はい、合理的理由に当たらないからですよ、もうこれだけでいいんですよえ、忘れてただ、おい、済まされるか、ね、世の中、ね、忘れてましたと、ね、そんなので、なかなか、ね、甘い世の中じゃないよね、今、うんはい。ということで、ちょっと待ってください、これ、何パーセントぐらいかな、えー、追加することができない、追加することができる、追加することができない。 えーっとね分かりました。これね、こうやって書きましょうか。追加することができないと書いた人が、えー、60%ぐらいおります。うん、60%ね。じゃあ逆に、できるって書いた人、うん、これも意外といるんだよ。うん。えー、できるってやっちゃった人もね、意外といるんだわ。40%ぐらい いやそれは言い過ぎかな7030ぐらいにしよくかな6535あ十6535ぐらいにしとくわはい6535ぐらいにしておきますねまあだからあ,のあれよ当然できないって答えてほしいんだけど、まあ、できるって書いた人も35%ぐらいいるんですよええー、で私はねこれに関しては そうですね13142がポイントだし、この,その合理的理由、うん、合理的理由がポイントだよということに気づいてれば、まあまあ大丈夫かなと、結論待ち合った人はそれは、まあ、当てはめで失敗したわけだけど、それまでのプロセスが、つまり規範定律のところがきちっと隠れていれば、部分手はもらえますよね、少なくともね。はい、じゃあつ、つこれ意外とね、あの私にも問い合わせが多かったね。 の野の申し立ては、特許上認められないって、どういう問題だったかというと、結論から言うと、1 4条の3、第2項がテーマです。どこか書いてないあこれですね、もう、はい、ちょっと赤の四角で変うて、これはね、向こうの公弁っいうのは、不当地ン目的で提出したら、却下することができるよと、裁判所はね、え向こうの公弁を不当地ン目的で提出したものと認められるときは、裁判所はこれを却下できると。 これはね、確か、無効審判を請求して、無こ審判の請求で言ってなかったことを、あ無効の公弁で言ってるから、これは却下されるべきだと言ってるんだよね、確か原告はね。ええ、向こ審判でそんなこと言ってないじゃねえか。ね、だから、向こうの公弁でね、そういうことを言うということは不当遅延目的だって言ってるんだよ。で、これはね、認められませんよ。ええ、なぜならばですね、ええど、どういう理由で書いてる ちょっとレックはあちょっとミドレンジャーでいきましょうかはいうが無効審判において進歩性欠如の主張をしなかったというだけでは診療不当に遅延させることを目的としているとは言えないよねで私はねこれねあの逆に一個を理由付けにすればいいと思うわかるちょっといいかあの理由は逆にね俺ね104の三の第一個を理由付けにすればいいと思うんですよ それはどうしたというと、公開というでしょ、えー、104の代行のを見ますとねあの、無効審判で無効とされるべきものは、あが認められるときは権利行使できないと言ってるんですよ。で、これは裏を返せば、別に無効審判請求しなくてもというニュアンスが込められている。ええ、だから、104の3の一項は、別に無効審判請求するまでもなく、 もし仮にやったとしたら無効にされるべきものはって言ってるんだよね。ででいいんですよ、うん、だから、無、ま、効、あ、審判請求しなくてもいいぐらいだから。うんうん、ましてはこれ請求してるんですよ。請求してて言ってないだけですから。うん、だから全然その不当遅延目的になりませんね。だから OK です。さあ、これ何パーセントぐらいでしょうかねはい。じゃあですね、ちょっと待ってくださいよ。 要選考に当たるか当たらないかですよね。あ、違う、違う、違う、これは。これは、あの、えー。四十、そうですね、四十対十八だら。七十、三十ぐらいやな。うん、うん、七十対三十。はい。じゃあね、えー、認められないが、七十。はい。七十パーセント。ね。で、認められるが。 三十パーセントぐらいおります、えー。でもね、これも俺はね、そんなにあの結論が間違っとっても合否に影響ないのかなと。百四乗の三の第二項がポイントだということに気づけば部分点はもらえますからね。えー、でもあの中にはこういう人もいる。百四乗の三第二項がポイントだというのには気づかないんだけど、結論だけは合ってると。そういうとはもう随分と見てまいりましたけど。 私は者よりも前者の方がポイント高いいと思います。あ,あ結論だけ合ってるというのはね何となく合ってるんですよそれは確固たるものじゃないんですよところが1 0の3の2には気づいてるけど結論が間違ってるというのはねそのど何の条文かには気づいてるとそっちの方が俺ポイントは高いと思うんですよええー、はいと思いますねやっぱりこう条文をきちっと示す能力あるかどうか はい、じゃあ次に、あのー、あれですね、間接侵害、はい、でこれはです、ね、まず直接侵害が整理しないかどうかに触れてるかどうかというところがまずはポイントなんですよ。ね、じゃあ、よろしいかね、えー、っとあまずあのか直接侵害じゃないと、はい、ちょっと青で塗って、はい、しかしのところ、直接侵害じゃないぞと、ね、これあの、普通、忘れる人が多いと思うんですよね。 これね60%の人は触れてますねはいいいかはい60%ぐらいの人が書いてますじゃあ次はね101条のねはいこれも青で塗ってほら否定してるでしょ Z は海外において自動車部品として用いられてるため飲みに当たらないとこれはね何人ぐらいが書いてるかと飲み品ではないと。 えっとねあれ意外と少ねえわあセ40%ぐらいですねあれ40%ぐらいですよ少ないなでもね気持ちわかるなぜかというとほらこれねくせ者なのが海外においてなんですよええ海外で使われてるのも他の用途にカウントしていいのかっていうところが悩みどころじゃないだから俺ねそこは正直迷ったんですよ俺もあの速報会の時にね でも問題文、よく読んだんですこれ問題文、よく読んだら何て書いてるかというと出ました、お得意の最近お得意のほら、なお書きあえて仮定し論じる必要はない仮定するなと仮定系で書くなとうんうん、これなんですよえだからね まあ正直言いまして、あの家庭系で書くなという大把握ですから、はいで、このレックのトーンはいいんですよ、あの強引だけど、もう号1号には該当しないって言ってるでしょ、ほら、もう1号には該当しない、だからあのよく皆さんのトーンにありがちな、1号に該当しない場合であってもという、これ自体がもう大把握ミスなんですよ、家庭系でしょ、家庭するなと、はい、だからもう1号じゃないよって言い切っていいんですよ、この問題。 でもう2号だと、はいオレンジ、ね、ほら、もう途中、発し折っちゃいますけど、よって2号であると、ね、問題文からもうね、あれですよ、もう2号肯定してほしいと言わんばかりの、ね、問題文の作りになってますよ、課題解決に不可欠とかね。さあ、これは何パーセントぐらいの人が書いたのかとあ、8割ですね、8割ぐらいの人はも,うもっと高くてもいいかなと思ってるぐらいですけどね、8割ですね、85%。うん 85%ぐらいの人はちゃんと肯定しますええだからちょっとねあのー、はいちょっと一番下にこうメモしておきますわ家庭系は大把握ミスといいですかあの去年もそうだったんですけどあの家庭系のを書くなよという問題が最近はやってますはいどうよ だから問題1はね、あの分割のところが俺、合否のポイントだと思ってるんですよ。で、問題には、この家庭系とかを書いちゃってる人はちょっとやばいかもしれませんね。あえて家庭史論じるなと言ってるんだから、もう強引でもいいから、ああの直接侵害も間接侵害1号も否定してくれよと、ね、あとはその、皆さんの細かいミスの累積で決まると思います。その細かいミスももも積れれば山となるるであの原点されるし まああのね、おそらく項目落ちってことはあんまりないと思うんですよ、ええこあの、この特許法に関してはね、項目落ちを知る人はあんまりいないのかなというふうに思いますね。ええ、はいじゃあ、何かしあるもいま人、大丈夫ですか、じゃあ最後にね、あのまあ、ほら、俺は別に、意証商標は言う権限ないからね、もう特実で言いますと、特実は合計点で決まりますから、皆さん。 ね、だから例えば問題1で、ね、分割のところができるって書いちゃった人もね、まあ、私だったら46点つけるんですけどあの結局トータルで何点だらあら悲観する必要ないよ問題2でねいい点数取ってさ運が良ければその合格点108点に到達するしグレーゾーンである94から103点にね到達してればあとは意証商表の出来次第ではね合計で216点以上いけば受かるんだから。そうでしょ はいまあそんなところですねはいあと皆さんの方から何か聞いておきたいということあります、ええ、最後にどうですかね大丈夫ですかなんかあの始まる時よりも皆さんなんか意気消沈してるような雰囲気があるんですけどそれは私の気のせいですかね、ええ、大丈夫ですよ皆さん自分で落ちてると思ってる人の方が受かるようん、これは例年そうなんです私の通りもね女の子はよく泣いてくるんですよ、ええ。 先生、もう今年はだめですって泣くんですよ。はい、泣いた人の合格率100%です。嘘じゃありません、これノンフィクションです。ええ、泣いた人で押した試しがない。ええで、逆に、先生、今年受かります。じゃあ,あの、もう迷わず口実対策いきますわ。はい、大体ね、70%ぐらいの確率で押してます。<laughs> ええ、これ、なんでやと思います要するに楽観的すぎるんですよね、落ちる人って。 で受かる人っていうのは慎重なんですよ。であと自分に厳しい。だから自分に厳しいからちょっとした店ももう落ちてるかなと思ってしまうんですよ。自分に厳しいから逆に受かるんです。ね。あの自分に甘い人はもうこんぐらいでもう受かってるかなと思ってるんであの自分に甘いんでだから落ちるんですよ。ね。でも落ちてると思ってる人はねあんまりあの悲観しなくていいです。特に女性の方よね。あの今年はまだいませんけどね俺のところに泣いてこられた方は。 ええ、毎年いるんですよ合格率100%ですよ <laughs> だから泣いてきた人はうんもうこの時点で合格だって言ってあげますから <laughs> はいじゃあ,あの私のパートはこれで終わりたいと思いますはいどうもありがとうございました